ホテルイル・パラッツォは、福岡県福岡市中央区春基地にある、アルドロシス設計のデザイナーズホテルである。試行会社は、辰村組である。1989年に開業した日本における、デザイナーズホテルの先駆けで、バブル期に、数多く企画された、著名外国人建築家の設計による建築としても、初期のものである。博多地区と天神地区の中間にあり、 ラブホテルなどが多く立地する春基地に位置する。客室数は62室。イルパラッツォはイタリア語で、宮殿の意味である。全体の基本設計を、イタリア人建築家のアルドロッシュが行っている。外装には、イラン産の赤みのあるトラバーチンが用いられており、垂直に走る、円柱状のトラバーチンと、水平に走る緑色銅板のひさしが、ファサードに炭性な表情を与えている。 インテリアデザインはパブリックスペースを打ち出しげる客室を三教育大がデザインしている。また、ホテルの四隅に設けられたバーは基本的に同じ形状をした空間で、アルドロシ、クラマタシロー、ガイターのペッシェ、エットレ・ソットサスの4人がデザインを競っている。2009年1月5日よりリニューアル工事のため全館休業し、7月20日に再オープンした。 ありがとうございます。